定義域 X から、終わり域 Y への写像、F、Y の内側の小さい丸で、F の地域を表している。数学、特に素朴集合論における、写像の地域は、その写像の終わり域、または、像のいずれかの意味で用いられる。現代的な用法ではほとんどすべての場合において、像の意味である。地域は異なる意味で用いられうるから、 教科書や論文を読む際に、いずれの意味であるかを確かめるのは、初手の演習として手頃であろう。古い本では、地域を今日で言うところの悪い意気の意味で用いている、傾向がある。より現代的な本では、大半が今日で言う像の意味で用いる。紛れをなくす目的で、地域という語は用いないという本もある。これら二つの要例の違いを知るために、例として、 実関数としての f イコール x2 を考える。この場合、終わり域は実数全体のなす集合 r と考えるが、像は皮膚実数全体のなす集合 r になる。この関数に対して、地域を終わり域の意味で用いているのならばそれは r のことであり、他方、地域を像の意味で用いているのであればそれは r プラスを指していることになる。 像と終わり域が一致するような例として、入力した実数を2倍する関数 f イコールに x を考えよう。この関数は終わり域と像が共に実数全体のなす集合 r となり一致するから、この場合、地域をいずれの意味で用いたとしても誤解はない。地域を終わり域の意味で用いるならば、写像 f の地域は f の定義において指定しなければならない。 初等実解析では、それはしばしば実数全体のなす集合 R であることが仮定される。また、集合 Y、Y イコール F となる F の定義域の元 X が存在するは、F の像と呼ぶ。地域を像の意味で用いるならば、写像 F の地域は集合 Y、Y イコール F となる F の定義域の元 X が存在するである。この場合、F の終わり域は、 F の定義において指定しなければならない。が、初等実解析では、それはしばしば実数全体のなす集合 R である、ことが仮定される。いずれの意味でもいてもイメージ F レンジ F コダムイン、F が成り立ち、それぞれの使い方によって、どちらか一方の方眼関係が統合になる。ありがとうございます。